奥能登珠洲市で早咲きの桜として知られる短咲きの桜。今年も珠洲に一足早い春を運んできました。珠洲市上戸町の国道249号沿いの路線バス短咲きの停留所前に植えられた短咲きの桜。奥能登で最も早く咲く桜として知られ、今年も上の部分から淡いピンク色の花をちらほらと咲かせ始めています。桜越しに青い海や見附島が見え、風光明媚な景色が楽しめる名所として知られていますが、見附島は今年の地震で形が崩れ、寂しげに佇んでいるようです。悠々と咲く短咲きの桜は4月上旬頃が見頃ということで、地元の人たちにいつもと変わらぬ春の訪れを楽しませてくれています。こんばんは。こんばんは。3月19日火曜日のあったです。短咲きの桜の映像から始まりましたけど、いつもと変わらぬ春、ちょっと安心しますね。地震で変わってしまったものが多い中で、変わらない景色というのはほっとさせてくれますよね。明日は春分ということなんですが、県内寒くなりそうで、雪も降りそうということですね。明日は暖かくしてお過ごしください。綺麗な桜の映像からお伝えしました。続いては、能登半島地震で震度7を観測した輪島市では、全国から訪れた学生ボランティアによるおにぎりの炊き出しが被災者に元気を与えています。午前6時、地震と火災で被害を受けた輪島市の朝市通り近くにある和菓子店では、学生たちが慣れた手つきでおにぎりを作っていました。神奈川県に住んでおります。仙台から来ました。全国からボランティアで訪れた学生たち、避難所でニーズを聞き取ったところ、朝食の炊き出しが必要とされていることを知り、先月からこちらの店舗を借りておにぎりや味噌汁を提供しています。おかかもない、はい、塩キャベツあと握るだけです。毎朝5時に起き、1日に握るおにぎりは400個以上。おかかや塩キャベツなどバリエーションも豊富で、早朝から住民らが次々と受け取りに訪れます。実際何も食べるものなかったんや、なんでこれ助かっとる。お昼とかの炊き出しはあるんですけど、この朝の炊き出しっていうのがまずないんで、大学生の子たちには頭が下がって足向けて寝れませんよ。新作メニューを作ろうと試行錯誤する学生たちに、住民がアドバイスをする場面も。ちょっとなんかコップに入れてみ、べちゃべちゃっていうよりめっこ、めっこ硬い、もうちょい炊きますか。そのまま一回混ぜてしたほうすればいいかもしれない。学生たちも住民の感謝の言葉や笑顔に元気をもらっています。こっちの輪島の方と触れ合って、こっちも元気もらうこと多いですし、なんかすごい笑顔とかも見れて、こっちもすごいやってよかったなって気持ちになれてます。生活を取り戻そうとしている方にとコミュニケーションを取ることが僕らのやりがいでもあったり、僕らのやるべきことだなと思うので、一応にありがとねっていうなんか明るい声で帰ってかれる、そんなことが嬉しいですね。私たちはやっぱり住民の皆さんにお世話になって商売してきましたんで、やはり皆さんが喜ぶ姿というのは勇気をいただきますね。被災地を元気にする温かいおにぎりは、輪島の人たちと学生たちを結んでいます。今日も良い一日を。ありがとうございました。また来てください。炊き出しなどを行っているのは、大学の春休みや休学をしている学生で、これまでに30人ほどが参加したということです。
学生たちはローテーションを組んで毎日住民とコミュニケーションを取りながらボランティアを続けています。住民にとっても学生とお話をすることでいい刺激にもなりますよね。そうでしょうね。先週福島大学の学生が被災地に来て芋煮を作ってくれたりしていましたよね、はい、やっぱり大変な時に学生の力エネルギーっていうのは大事ですよね。中浦社長はこのボランティアを来月いっぱいまで続けたいと話しているということです。さて、天皇皇后両陛下が今月22日能登半島地震の被災地を訪れ、輪島市と珠洲市の住民を見舞われます。県によりますと、天皇皇后両陛下は被災地に負担をかけないよう日帰りの日程で22日金曜日の午前、羽田空港から特別機で能登空港に到着した後、輪島市と珠洲市を訪問されます。現地では被災した住民を直接見舞われるほか、被害箇所を見て回るということです。両陛下が見舞いを兼ねて被災地を訪れるのは、2019年12月に台風19号で大きな被害を受けた宮城県と福島県を訪れて以来2度目です。県内への訪問は石川百万石文化祭の開会式に出席された去年10月以来となります。能登半島地震により珠洲市では住宅への被害がおよそ8600棟に上っています。珠洲市の泉谷市長は仮設住宅の入居希望者のうち自宅が全壊したなどの対象者は半数にとどまるとし、今後入居者の見極めを慎重に進めたいとしています。珠洲市では応急仮設住宅について入居希望者およそ2000世帯に対し今月末までに1087戸の着工を予定しています。入居の対象は基本自宅が全壊または半壊以上でやむなく解体する人となっていますが、2000世帯の中には被害調査が終わる前に申し込んだ人もいるため入居の対象とはならない一部損壊や準半壊が含まれているということです。いろんな事情もあると思いますけれども、できるだけそういった配慮すべきところは配慮しながらですね、対象となる方で希望される方についてはすべてご入居いただけるように進めているところです。最終的なですね、この申請件数等々の見極め、これも大事になってまいります。珠洲市議会は今日閉会し、震災からの復興・復旧や災害対応への費用を盛り込んだ一般会計で、例年のおよそ 2.5 倍となる298億500万円の当初予算を可決しました。今月16日に開業した北陸新幹線金沢敦賀間のうち、金沢駅と福井駅の間の開業日から2日間の乗客が合わせて6万人に上ったことが分かりました。 JR 西日本によりますと、北陸新幹線金沢敦賀間の開業初日である今月16日とその翌日の17日の金沢駅と福井駅の間の利用者は前の年の同じ時期を 20% 上回る6万人となりました。このうち開業日の16日は金沢から福井方面への下りが前の年のおよそ 1.5 倍となる1万9000人、福井から金沢方面への上りは前の年の2割ほど上回る1万5000人が利用しました。上下線合わせた1日の利用者数は3万4000人となり、前の年のおよそ 1.4 倍となりました。また開業翌日の17日は上下ともに1万3000人が利用しました。駅ごとの1日あたりの利用者数は乗り換え客を含めて敦賀駅が最も多く9000人、福井駅が4400人、小松駅が1400人、加賀温泉駅が700人でした。県は被災地の公立学校に勤務する教職員のために穴水町に専用の仮設住宅を建設することを決めました。教職員向けの仮設住宅が整備されるのは穴水町の旧紅葉中学校のグラウンドで来月着工します。
この春の人事異動で奥能登西2町の公立学校に赴任する教職員が入居する予定で、2学期が始まる今年9月までの完成を目指します。また被災者向けの応急仮設住宅について、県は今日までに4486戸を着工しました。今月末までに当初目標としていた4600戸を上回り、5000戸で着工できる見込みになったと明らかにしました。能登半島地震で被害を受け運転を停止している七尾太田火力発電所について、北陸電力は夏までに復旧工事の完了を目指したいとしています。北陸電力によりますと、1月1日の発災当時、運転中だった七尾太田火力発電所の1、2号機は保護装置が作動し緊急停止しました。地震により構内では道路が陥没したほか、石炭を運ぶ機械が倒壊するなどし、主力の発電設備がストップしているということです。また今日までに施設の点検が完了し、このうち1、2号機のボイラーではそれぞれ100箇所以上の損傷が新たに確認されました。数が数百箇所にわたりますので、例えばその変形した配管の場合は取り替えと、また足場を組んで切断して必要な部品を運んでといった数多くのステップを踏むことになります。そういった意味で相当の期間をかかると。北陸電力では900人体制で復旧作業に当たっていて、需要が高まる夏までに工事を終え、電力の安定供給を目指したいとしています。社民党の福島みずほ党首を団長とした調査団14人が昨日、志賀原子力発電所での現地調査を行いました。答えはですね、志賀原発廃炉一択しかないと、廃炉しかないということを強く思った。福島団長は調査後に開いた会見の中で、志賀原発の敷地内で見つかった10センチほどの段差が北陸電力が公表している11箇所の破損部分に入っていないことや、能登半島地震の際に起きた断層の連動などについて指摘しました。北陸電力は96キロ断層が連動するとしか見ていなかった。96キロです。しかし150キロこれが連動したというのが政府の立場です。断層がそれほど連動しないと考えていたのはもう根本的に間違っていた。社民党の調査団は北陸電力に対し、志賀原発構内44箇所に設置された地震計の1月1日のデータ開示を求めるとともに、志賀原発廃炉に向け今後国会で議論していくとしています。小松市で二次避難生活を送る被災者に、 JA 小松市では地元の野菜をたっぷり使った手作りの弁当を提供しました。 JA 小松市の女性部加工部会では、被災者へのアンケートで野菜が食べたいという意見が多かったことから、地元で栽培された大根やふきたち菜を使った煮物など野菜中心の弁当を提供することにしました。今日は二次避難所の阿波津グランドホテルと帯びし荘で弁当80個が被災者に届けられました。手作りのお惣菜久々なので本当に美味しいです。手作りが伝わってくるし、本当に小松の方にはよく来ていただいて感謝だけですね。切り干し大根が懐かしいなと思って、これ食べたら早く帰りたくなりました。はい、自分で作りたくなりました。どちらの方に伺ってもすごい喜ばれるんですけれども、気持ちを伝えるという意味で一生懸命やってますので、それがああいうふうに喜んでいただけると本当に嬉しいです。JA 小松市では今月26日にも小松市にある4カ所の二次避難所で料理を提供する予定です。避難生活が長期化する中、小松市では定期的に二次避難者を対象にした健康教室が開かれています。今日は高齢者の健康維持や認知症予防が期待できる e スポーツの体験会が行われました。小松市の阿波津演舞場で開かれた e スポーツ体験会は、 NTT 西日本北陸支店の協力で行われ、
周辺の二次避難所から40人ほどが参加しました。会場ではモーションセンサーを使い、バスケットのフリースローや巻き割りなど参加者の動きがゲームに反映される体験コーナーが設置され、初めての e スポーツを楽しんでいました。なかなかよ、できない結構きつかったけど面白かったです結構使いますね、使いますね、ますね。スマートフォンのゲームならたまにしたことあるんですけど、こっちの方が体使っていいですね。e スポーツ体験会は今後、珠洲市や輪島市の避難所でも開催されるということです。白山市の金城大学に今年から新しい学部が創設され、今日新校舎の竣工式が開かれました。総合経済学部は地域経済の活性化に貢献できる人材の養成を目的に今年創設された学部です。新校舎は外壁だけではなく内装もガラス張りとなっていて、明るさを重視しています。演習室の壁面には天井まで一面のホワイトボードが設置され、学生たちのアイデアをすぐに書き取れるよう工夫されています。また屋上は金城大学初のテラスとして開放され、日本海や白山などが一望できます。金城大学では地域の企業や自治体と連携し、インターンやフィールドワークを通して学校の内外で幅広く交流を深める教育を行っていきたいとしています。地震でキャンセルが相次ぐなど大きな被害を受けている観光業を支援する北陸応援割が今月16日から始まりました。復旧作業と並行しながら観光客の受け入れを続ける能登の宿泊施設を取材しました。鹿町や七尾市で別荘やコテージを貸し出す宿泊施設ハートランドヒルズ in 能登。地震では23ある宿泊棟のうち1棟が全壊。中はもうひしゃげちゃってるんで、でここも全部落ちちゃって、ほとんどの施設で壁が剥がれるなどの被害を受け、震災からの2ヶ月半は復旧作業に追われる毎日でした。そうですね、ここの辺も、壁がやっぱり揺れて結構ひびが入っちゃったんで、それは業者さんにお願いして補修してもらったっていう感じです。修復が終わり安全が確認できた施設は、復旧に携わる業者や災害ボランティアの拠点としてすぐに長期間の予約で埋まりました。しかし常に1棟だけは観光客の予約向けに開けておいたといいます。もともと震災前からご予約くださってたお客様も、いらっしゃいますので、もしこれ行けるようだったら行きたいというお声もありましたので、そういうお客様 の期待に応えれればなということで。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。北陸応援割が始まったこの日、千葉県から卒業旅行で来た大学生のグループがコテージを利用していました。震災後2組目の観光客です。すげえいいとこでした。一番広い。三大名園に行きたくて。兼六園に。そう、もともとずっと考えてた。北陸応援割り始まるっていうのは何か あったんですか。もうちょうどよくあったので。それで震災前から石川県を訪れてみたいという思いがあった学生たち。被災地の鹿町に宿泊することに迷いはあったといいますが、北陸を訪れることで力になりたいと話します。うわすごっ。おお、海ベンチの。元の生活に戻れてない方々もいると思うので、石川に経済を回せるようにとかで、こういう観光来たりとかで、いろいろなんか少しでもまあ役に立てることがあればなとは思いました。大きいことはできないかもしれないので、ただ今はまだこうやって北陸応援割とかで温かく迎えてくれてる方々もいますし、そういうので少しでも力になって、まあ、いち早く復興してほしいなっていうふうに。北陸応援割のスタートで観光客の足音がわずかに聞こえ始めた能登。日常が戻る日はまだまだ先ですが、
少しずつ受け入れ準備を整え、能登の被災地も観光モードに切り替えていきたいと話します。日に日に能登の状況も変わっていくと思うんですよ。例えばご支援の方々も、ご支援が完了して戻られるということは、それが復興に進んだということになるので、そうすればうちのその施設も少しずつ、また観光のお客様向けに使えるようになってくると思うので、ありがたいことにそのゴールデンウィークはほぼほぼご予約が入っておりますので、今そこに向けてこう、お客様が来れる状況に、作れればなというふうに思ってます。復旧作業と同時進行で観光客の受け入れを進めている宿泊施設がある一方で、能登では今も多くの施設が再開できていない状況です。中川代表は、自分たちだけが復旧できればいいというわけじゃなくて、能登の観光業再建には事業者同士の横のつながりが大切だと話していましたね。まだまだ能登の観光には力も時間も必要だと思いますが、中川さんのようにスタートできるところがまず始めることによって、能登全体の観光への戻るきっかけにもなりますよね。3日前に新幹線開業日、早速北陸応援割を使って加賀温泉に来ていたお客さんに話を聞いたんですね、本当ならば能登に行きたいけど、今は石川県という括りで加賀に来ましたっていう方がいたので、皆さん気持ちは持っているはずです。被災地は北陸応援割のスタートで、すぐに観光客が戻ってくるとは言えない状況ではありますけど、日常を取り戻すための復旧は少しずつ進んでいます。北陸新幹線の県内全線開業を記念して、加賀市の商いや手仕事を紹介する展示会が加賀市美術館で開かれています。ウェディングドレスに、料理を運ぶときに使うおかもちや和傘、展示されているのは市内の企業や商店およそ150店が出品したそれぞれの店舗を象徴するものや歴史を感じられるものです。てんてんてててんと銘打ったこの展示会は、加賀未来市実行委員会が加賀の商いや手仕事の歴史や魅力を知ってほしいと、北陸新幹線の敦賀延伸に合わせて開きました。会場では市内で収集された古い写真や映像フィルムなどをデジタル化した映像作品も放映されています。温泉観光プラスご当地の非常にレアな楽しみというものを展開できる、それを楽しみにして来てもらえるような観光アプローチができたらいいなと思っております。展示会の出品料は地震の復興支援のため全額寄付されるということです。北陸新幹線開業記念てんてんてててんは今月24日まで開かれています。おしまいに義援金のお知らせです。MRO が加盟する JNN と JRN では、令和6年能登半島地震に対し、地震の被災者を支援するため、皆様からの義援金をご覧の銀行口座で受け付けています。お寄せいただいた義援金は全額、日本赤十字社を通じて被災地に送られます。詳しくはデータ放送やホームページをご覧ください。